なんでわしら遊園地なんかでバカみたいにシュラフで寝とるんだ。そうだ、ここはジョータロー、ジョースターさん気をつけろ。思い出した、ここは夢の中だ。恐ろしい、ここは悪夢の世界なんだ。なんだ夢か、それじゃあゴロゴロしようって。俺と同じリアクションするな。いいか、歌教員の言っていたことは本当だ。ベイビースタンド、ここは敵の術中。信じられねえことだが、スタンド使いはあの赤ん坊だ。ベイビー、ベイビー、もうお前らを起こす者はいないぜ。デスサーティンの世界から逃れる術は全くないということだ。いよいよ始末してやるぜ。歌教員を俺は気絶させちまった。もうすでにこの世界に来ているはずだ。探さなくては。どこだ歌教員は。奴に謝らなくては。トルナリフ、そのヘアスタイルどうした。デッサンが狂ったか。え、おおおおおおトルナリフ、なに、わしの、わしの義手が。どうやって戦えばいいんだ。どうやって。ここは何でもありだ。ルールとか常識なんてない、奴の思い通りに動かせる世界なんだ。いや、一つだけルールがあった。俺たちを切り刻んで殺すのだけは。奴のスタンドが直接やるってことだ。ラリッホー